東京 FM48、 この時間のゲストはキュートの岡井千里さんです。はい、よろしくお願いします。はい、もうちょっと鈴木おさむさんに会いたかったんですけど。ちょっと待ってよ、どういうことだよ。いきなりぶつけてくんな。なかなか時間が合わなくて、予定が2回ほど呼んでいただいたらしいんですけど、うん、ここに来れなくって、これだと思ったら、やっと来れたと思ったら大谷さんだったから。なんかあれだね、テレビにいっぱい出ると随分生意気な聞かなくなりましたな。元からです、元からこの生意気具合は。いや、最近見てますよテレビで。そうですか。フジテレビ優しい人なら解けるクイズ、優しいね。はい、本当に呼んでいただいてありがとうございました。これも出てんの TBS 桜井有吉座夜会。はい、出させていただいてますね。あと、まあプッスマね。はい、出るね、出るね。いやいやいや、本当にもうやめてください、そういうこと言うの。すぐ落ち目が来るんです。やめてくださいよ、もう大活躍の。そんなことないです。もう今すごいポジションで、ね、気づこうとしてますけど、どうです、なんかこれテレビいろいろこうバラエティー出てて、はい、改めて出会ってみてすごいなとか思った。まあ内村さんなんかもそうでしょうけど。いや、でも特に本当に内村さんには優しくしていただいていて。有吉さんは厳しいの、やっぱ。有吉さんはまだちゃんとお話ししたことないんですけど、なんか挨拶しに行くじゃないですか、仕事が終わった後に。その時にCD を渡したんですよ。ほうほう。で、いらないって言われて、ちょっとこう、なんだろう、いじってくれてるのかなみたいな。そうだね、いいね。はい、ちょっとまだバカはバレてない、大丈夫ですか。いや、バカはバレつつあるんではないかなっていうのは。はい、いいですね。これからどんどん絡んでいきたいと思います。いや、面白いんですよ。ちなみに岡部さんもね、大ファンだって。そうなんです。本当ですか。多分私じゃないですよね。いや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 、キュートの中でも。そう、キュートの中でも鈴木愛理ちゃんが好きだし。あー、やっぱそこか。しょうがないな。やっぱこう話してね、好きになってもらえること多いんで。はい、まあ、岡井ちゃんはね、やっぱエピソード面白いですから。これリスナーの方、初めて知る方もいらっしゃるんですけど、非常にですね、複雑な家族関係がありまして。、はい、複雑ではないか。そうそう、離婚はしてないんで。そうそう、複雑ではない。お父様とお母様が非常にちょっと変わった。そうですね、なんかもう最近は、まあ、無理やり健康診断をもう入れて、まあ、私がもう、ね、行かないもんだから、死なれたら困ると思って、急に。今家族の稼ぎ頭ですからね。いや、本当にやばいですよ、うちの家族。お金払う人が誰一人いないんですよ。はい、面白いよね。とりあえずね、なんかその病気とかって困るんで、健康診断を入れて、かなり高かったんですよ。なんか自分で気になる部分を選択して受けるじゃないですか。はい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 、全部受けやがって。めちゃ高い。いいでしょ。いやいや、やばいって。もうそれはでも、それで健康安心をね、まあ、そうです。意外なんだったらそれはいいじゃない。まあまあ、そうですね。で、なんか受けて、まあなんかいろいろと見つかったんですよ。なんか重症ではないけど、検査受けた方がいいですよみたいな。とりあえず治療してくださいみたいなのが何個か出て、治療に行かねえんだよ。あ、お父様が。お父さんもお母さんも。それが出ちゃうと嫌なんだ。そのだって、行かないと、もしかして病気になるかもしれないですよって言ってるのに、もうお金の無駄じゃないですか。全額返せって言って。あ、お父さんに。お父さんに治療に行かないと。映画とか見に行っても全部出すもんね。そうですよ、映画見に行こうよって言うから。行ったら、今日俺お財布ないからみたいな。なんでよみたいな。すげえおやすさんなんですよ。あと、お父様、お母様はね、結構不思議な能力があって、はい、そうなんです。いろんなの見えるんですよ。そうなんです。俺相談したことあるから、電話で、どうしたらいいですかねって。去年ちょっと僕離婚しかけたことあって。それ相談したんです、お母様に。これどうすりゃいいですかねって言って。そうなんです。そういう力を持ってるから怖いんですよ、いろいろ。友達とか連れてくと、あの子と絡まない方がいいよって。本当に本当にすごいよね。まあでも、そういうなんか面白い家族っていうわけじゃないけど、ちょっと変わった家族がまたお母ちゃんのキャラを作ってんじゃないかなと思うんですけど、何がね一番この人ねすごいかってね、激渋なんです、音楽のセンスが。本当に、いや、もうね、渋い音楽の方がやっぱいいですよ。今日ね、テーマがね、最強90年代ソングリクエストなんですけど、おかえちゃんが大好きな90年代ソング教えてくださいよ。私はもう氷室京介さんですね。もうもっと古く言えば、本当はボーイが好きなんですけど、世代的には全くないでしょ。だって全く周りは全く聞いてないでしょ。だから同世代の子とカラオケ行ってもみんなつまんなそうになって、寝るんですよね。携帯いじり始めたりとか。はい、でもこの間もだから行かれた。この間行きました、ラストギグス、氷室京介さんの。氷室京介さんがライブ活動最後にするっていうことでね、はい、東京ドームの公演で。もうね、私の周りの女性の方たち、まあ、男性も泣きながらライブを
聞いてるんですよ。もうで私もねこう悲しくなってきてどんどん、でもお父さんがうるさすぎて泣けないっていう。あ、隣お父さん。隣お父さん。そのチケット代は誰が出したの？私です。はい。でもやっぱりやばかった、最後のヒプノスさんというか。いやもうなんかね、なんて言うんだろう、もうねここじゃ語れない。こんな短い時間で語れない。誰や。もうね、なんて言ったらいいのかな、ラジオで語んなかったらどうするの。確かに確かに、やっぱり氷室京介さんからは卒業できないなと思いました。それ見て、それ見て、え、なんかね放心状態ですよ。もう1曲目ドリーミンだったでしょ。そう、私ボーイの曲、それ裏で、あの私自分でライブ見に行ったことがなくって席の見方が分かんなくって遅れて行ったんですよ。実はあの外で走りながら席を見つけながらドリーミー歌ってました。あ、席分かんないの。あ、そう、読めないんですよ自分で。ライブに行ったことがなかったんで、あんまり。マジじゃないの。そう、なんかそんな人あんまいないと思いますよ。本当ですか。だからあれ1曲目がドリーミンで最後の曲がビーブルーなんですよ。そうです。これって要するにボーイの最後のラストギグスの曲順が1曲目がビーブルーで、はい、最後がドリーミンなんですよね。いやもうね、なんかねそれも知ってたんで、うん、そこまでやるかマジかみたいな。この美学、この美学はやっぱかっけえなと思って。はい、ちょっとじゃあ曲いきましょうか。じゃあ、はい、おかえちゃんがセレクトしてくれました大好きな90年代ソング何いきましょう。はい、私は氷室京介さんのキスミ。さあお聞きいただいているのは氷室京介さんでキスミでございます。1992年の、はい、氷室京介さん自身の中でも唯一のミリオンセラーの、まあだから一番ヒットした曲ですよね。そうですね、もうこれは皆さんご存知だと思うんですけど、かっこいいね。いやもうね、氷室京介さんだからこそ歌える歌詞なんですよ。本当にセクシーなんですよ歌詞が。キスミって言ってもいいのはもう氷室さんだけだと。え、本当にさせてくれって感じ。本当にライブでもね、なんか今回のライブで、はい、あの結構珍しくプライベートというか、ビーズの松本さんと焼肉行った話とか、いつもより話してくれたんですよ最後ね。最後、え、てかその焼肉に行くっていう話をしてたんですけど、嘘でしょって、氷室京介さんで焼肉屋さんで焼肉焼くのと思って。行くよ行くよ。嘘。焼くよ。だからもう叫んでました、嘘でしょって言って。どういうヤジだよそれ、ヤジだよ。いやいや、行かないでしょと思って。そう、まあね、まあ、こんなおかえちゃんでございますけど、はい、さあおかえちゃんといえばですね、5人組アイドルキュートのメンバーでございます。はい、まあこのキュートというグループがね、本当に素晴らしいアイドルグループでございまして、ありがとうございます。もう特にですね、リーダーの八嶋真由美さんという方、これ神が作った化身。いや、神が作った化身っていうのは氷室京介さんみたいな人のことを言うんですよ。でも八嶋真由美さんもそうですよ。大地が磨いた水ってのありますけど、地球が磨いた女、それが矢島真由美。んだけなの。いや、リーダーすごして、あとね、歌のハーモニーもすごい。だからそこはおかえちゃん歌うまいよね。ありがとうございます。歌がうまい、ダンスがうまい、そして、まあ、おかえちゃんを除いたメンバーのルックスがいい。おい、やかましいわ。だからもうほんと火の打ちどころがない。だからお笑い担当だよね、おかえちゃんその中のね。お笑い担当ってアイドルですから一応。いや、もう僕はほんとキュートは特にね、セクシーなタイプの、ちょっと大人びたタイプのなんかナンバーなんか歌わせると、はい、ほんと今のアイドルの中では唯一無二のなんかこう魅力を発してんじゃないかなと思いますけどね。ありがとうございます。私も必死にキュートについていってます。あのね、マツコデラックスさんもね。そうですね、マツコデラックスさんも同じように、あなたたちはセクシーな歌を歌いなさい。そう、ものすごい好きだよね、キュートのこと、ね、ありがたいです。もう今なんか女の子のファンも増えてるでしょ。いや、女の子本当に多くって、ライブ会場もね。そうなんですよ、私も女の子のファン多いんですよ。あ、本当。あのショートですごい元気な子たちが多い。あ、そうか。あの同じような子たち。ちょっとだから女子校でモテるタイプだから。はいはい、絶対そうだと思います。どんな手紙とかもらうの。そういう。もらえますね。でも今はやっぱ手紙よりも個別握手会って言って直接話せちゃうんで。握手会の時に一言、はい、女の子が震えながら立ってんだ。そうですよ、この私にですよ。だからなんか、いや、ここで緊張するなら他のとこ行けないよっつって。あの、はい、いつも握手してます。あなたのそういうカツオみたいなとこ大好きよ。サザエさんのカツオみたいなやつ。あった、もうやめてくださいよ。カツオと中島いるんでしょ、メンバーにね。中島っていう名前のやついるからね。中島さっき言ってました。へえ、そんな感じのことを言ってんだ。そうですね、でもなんか本当女の子のファンも増えてきて、ファン層も増えてきて、あと年齢層もね、そう、まあ、幅広くなってきて。幅広いです。あとお母さんぐらいの年代の人が来ますよね。45歳ぐらい。あ、もうそんな年齢来ますだろ。私がお母さんって呼んでるんですよ。お母さん元気だったって。ファンの方に。ファンの方に。
女性でも絶対楽しめるよね。あと海外公演も最近積極的にやってるしね。そうですね、なんかこの前の週、なんていうんですか、前の週って前の週ですか、前の週で、はい、前のちょっと前にバカだね事前にじゃないなと思って、ね、そう、あの台湾と香港に行ってきました。どうでした香港は。そう、香港の方はすごい熱狂的で、もう空港だよね。空港でもなかなか電車では行けない場所だと思います。そうですね、はい、空港で空港でもうやっぱ出待ちがいるんだ。レディーガガがお迎えられるみたいな感じの。あ、ちょっとそれはちょっとレベルが全然違いますけど。何人ぐらいの、何人ぐらい。30人ぐらい。あー、でもいるね。そうですね。へえ、もうちょっといたかな。キュートってどうすんの、あの漢字だとなんて書くの。漢字で表記してないんですよ。なんかそういうのって向こうの方に合わせるよりもこっちのなんか漢字とかも名前とかも自分の名前で言ってほしいらしいんですよ、本当の。向こうでの名前じゃなくて日本語で喋ってほしいみたいな。あ、本当？で向こうの人すごくって何喋っても反応してくれるんで日本語分かってるんだと思うんですよね。あ、 MC もじゃあもう英語とか中国語じゃなくて、はい、日本語で喋っていいんだ。日本語で喋ってもおーとかワオーとか言ってくる。なんか今そうらしいね。キャリーパンピョンちゃんもシンガポールでライブやった時も英語一回も喋んなかったっていうね。はい、でも向こうの人はみんな理解してたっていう。そうなんですよ、すごいなと思って。はあ、しかも武道館ですから。そうです、6月20日月曜日は日本武道館。はい、ありがとうございます。これ控えてますよ。いや本当に立つんですね。だっていやでも武道館結構毎回ね。いやいや毎回立ってるんですけど本当になんか毎回新鮮な気持ちになるんですよ。武道館って吐きそうになるんですよ出る前なんか本当に自分ここに立つんだ。それこそボーイだって立ってたんですよ。立ったとこだしライブハウス武道館へようこそ。ようこそって。あなたそのセリフ言ってましたね。言いました一番最初に立ったところでもう決めてたんですよ、それを言ったら死んでもいいって言いました。言っちゃいました。じゃあもういつ辞めてもいいんだもん。あ、もう本当私はもうもうあとは氷室京介さんにどこかで会えたらまだ会ってはいないのね。そう、スタジオはね昔ちょっと一緒だったことがあって、スタッフさんが下の階で氷室さんがいるよって。うわそれやばいね。もうその時点で氷室さんが下の階にいるって聞いた時点で行ってきますって言って。え、行ったの。行けなかったんですよ、足が震えて本当に行けなかったんですよ。かわいいね。もう本当に行けないっす、会えないですね。はい、会ったらどんな一言出てくるんだろうね。いやゲロ吐く。俺に会った時はもう今軽く手振るだけだもんね。あ、もう本当にもう大谷さんはね日村さんに比べたらもうそれはそれは生き物としてすごい下だからね悲しいわさあ、毎年こう夏恒例のハロープロジェクトメンバー総出演のコンサートさ、これも楽しいんだけど今年はですね7月16日からスタートということで。そうですね、大谷さんは嬉しいんじゃないですか。あのタケちゃんがね、アンジュルムのタケちゃんで。そう、俺最近ねタケちゃんと一緒に番組やってんのよ。いや、よく話は聞きますよ本当に裏切り者め最近ね俺キュートからアンジュルムにちょっと変わってきて。誰もうさ、そういうもうさ、だから離婚者さんなんだ。やめろよおい、すぐそうやって。神さん聞いてんだよ、コロ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 さやめろやめろやめろ。やだわもう、キュートの詳しい情報は皆様公式ホームページで自分で調べてくださいさあそれではちょっとお別れの時間になってしまいましたけど、キュートの新曲、はい、お届けしましょう。何しましょうか。ですね、一番新しい曲で人生はステップ、この時間のゲストはキュートの岡井ちゃんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。